こんにちは、 AV 関西の岩本です。今日はホンダの CR-V ですね。ではこの車の納車前の調整をちょっと見ていこうと思います。仕様はこれはモレルのイレートカーボンですねの3-way。ただこれドアインナーなんですけど位置が結構いいですね。ドアの上の方についてて、まあまあ結構いいですね。で今調整を試みてたんですけど、ここでちょっと気になったのが、普通の 3-way なんですけどすごい難しいなと思ったのが、高い位置ゆえに音はつながりやすいんですよ。で低いとこで使うよりもこう上で使うと、まあバランスも取りやすいし良かったんですけど、定位がかなりこう曖昧になる、2箇所からなるような感じがしますね。こう定位で言うとこのミッドレンジの方をちょっと低めまで頑張ってもらった方が定位は安定してますね。全体的なエネルギー感と音質で言うと、こっちのドアの方もう少しその頑張ってもらって、上の使い方を軽くしてやった方が音としてのバランスは取りやすい。でも定位がちょっと曖昧になるみたいな感じですね。この辺をまあ中心に直していこうかなーっていう感じと、この車ご要望があって、関東のアークライドさんっていうお店さんで、プロセッサーここにつけてたのがあるから同じようにやってほしいということで、こちらの方がでかかったんですよね。ディレクターの方がちょっとでかいんで、ちょっと大げさな作りになってますけど、アークライドさんに感謝ですね。まあ他は至ってシンプルな作りですけど、ちょっとこれから調整を詰めてみたいと思います。一応、大体終わりました。まあ、もう速攻なんで数分ですけど、触るところが少ないんで、もう調整は本当に短時間ですね。一応最終的なクロスはこれはウーハーが53-18で、ミッドだけイコライザー入れましたね。60-555、下が24の上が18で、50、63、82、マイナス2レシずつのイコライザーがかかってます。フラット。まあ調整って言ってもこんなもんなんです。でまあ使わへんところはもうついでなんでバイパスもかけてます。こんな感じでミュート聞きますね。でこのままちょっと聞いてもらいますね。きます。まあこんな感じで、もう調整は極力シンプルで、ごちゃごちゃイラってるのはあまり良くないというか、まあ元々イラはなあかん
何かがあるからイラってるんじゃないんですかって話で、僕は調整の時は考えてるんで、もう調整は本当に短時間で超しんどいです。こちらのお客さんにはちょっといろいろお世話になったというか、この方実は数年前のオートメッセに来てくれて、買いに行きますって言ってくれたんですね。で僕も楽しみに待ってて、半年ぐらい音沙汰なしで突然電話かかってきて、行きますと、ああ覚えててくれたんやありがとうみたいな感じで来てくれて買ってくれたんですけど、半年間お金貯めてたんですって。すごいですよね、律儀というか。でその時に買ってもらったのがこのモレルのスピーカーですね。実は以前は違うお店でされたっていうのがあって、システムは空いてたんですけど、それをやり直し手直しみたいな形で引き受けさせてもらいました。トランクはでもその時はねこの車じゃなかったんですよ。その後この車に乗り換えられたんですね。このスピーカーはブラムのスピーカーで、ウーハーですね。フロントはモレル。モレルのこのスピーカーはでもいずれにしても失敗しないすごいいいスピーカーですね。僕はすごく気に入ってます。ただ逆に言うと当たり障りがないっていうのは欠点でもあるのかなと。コンペでは向かないのかなっていう気がしますけど、でも聞いていいやつでコンペも勝ちたいんじゃないですかね。この方は前で大阪とかにもこれから出てこられると思うので、以前出てたんですけどね、今後また出てこられると思います。ありがとうございました。